ウィル・スミスのビンタ騒動が、日本でも大変話題になっています。ウィル・スミスビンタ騒動で、クリス・ロックへ正式に謝罪、自身インスタで私が間違っていたということなんですけれども、アカデミー賞授賞式でアメリカコメディアンのクリス・ロック57歳の顔を平手打ちする騒動を起こした、アメリカ俳優の、ウィル・スミス53歳が28日、これは日本時間の29日に自身のインスタグラムを更新し、私が間違っていたとロックに対して謝罪をしました。スミスは自身が授賞式での行動について容認できない、弁解できないものとして、ロックへ向けてクリス、あなたに公式に謝罪したい、私が間違っていたとメッセージしました。そしてアカデミー授賞式のプロデューサー、全ての参加者、そして世界中で見ている全ての人に謝罪したいと続けて、自身が主演男優賞を受賞した映画ドリームプランで演じた米テニス選手のウィリアムズ姉妹の父親とウィリアムズ一家らにも謝罪の言葉を綴りました。さらにスミスはあらゆる暴力について有害で破壊をもたらすものとしつつ、妻でアメリカの女優ジェイダ・リンケット・スミス50歳へ向けたロックのスピーチについては、ジェイダの症状についてのジョークは私には耐えられず感情的に反応してしまったと綴っています。まあ、日本でもこのことについては本当に話題になっていて、力による暴力と言葉による暴力、これどちらが人を傷つけたのかといったことが大きな話題となっていました。